続いてはそこが知りたい新型コロナです今日はメールで寄せられた質問です夏が近づいています大量の蚊が感染拡大を起こす可能性はありませんかという質問です回答は県環境保健センターの調べ所長です蚊が媒介する感染症は日本農園が知られており他に日本に定着していませんがマラリア、デング熱、自家ウイルス感染症などがあります しかし新型コロナウイルスが蚊によって媒介される証拠はなく蚊による感染拡大の可能性はないと考えていいと思いますとのことでしたこのコーナーでこれまで放送した質問と回答新型コロナ関連のニュースは特設サイトでご覧になれます